本日もアカンスワローズ7連敗、素晴らしいユンチッチ、ブリブリ、ウホンホ。もう終わりだよこの球団。どん底カープに勝てないってどこなら勝てるの。1アウト3塁でいかに打点を稼げるか、そういう打撃ができる選手こそ価値のある選手。今のヤクルトには奥の価値ある選手いねえな。丸山も完全に核編集量してるな。なんか釈然としない終わり方やな。山田がヤバすぎたな。インコースはボール臭いけど最後は余裕でストライク、良いボールだったけど三振は絶対ダメな場面であれはない。1割バッター山田にスクイズさせた方が確かに可能性はあった。無策の高津が悪い。マジで山田はいらないな。しかし再開なるべくしてなってるな。野手ドラフトしないと終わる。クソ本社、高い金を払ってんだから買い殺しなんて許されない。どん底対決は余裕で敗北しました。松田で1勝もできずにシーズン終わらせるのか。今のうちのチーム状況でも松田だと勝てんのか。マジで呪われてるな。山田で西武のピッチャー取れんか。夢も希望もないな。唯一あるとすれば高津の休養か。こんな気持ちになるの高田以来だわ。9回に追いついてもどうせさよなら食らってるよ。それなら最初から負けで終わった方がマシ。追い込まれて見送るコースではないな。単純に反応できなかったんだろうね。ご視聴ありがとうございました。